阪神のあの選手、21打席ノーヒット。その人物は近本選手。現在21打席ノーヒットと非常にまずいことになっております。あかんやん。キャッチャーは勝木。あ、マジすごいやん。阪神ファンがめっちゃポジってたよな。サイン盗み対策に定評のある若月、どう見ても疲れですわ。フルイニング出場させてるからね。ここ最近は派手にヤバいストライクゾーンの見極めも悪くなってきてるし。キンキンに冷えてやがる。近本に季節外れの春が来たか。ピョンピョンされてて草。あれ、世界一の打者が。珍しく開幕から好調やったけど、やっぱこういう期間がある選手なんやなって。今頃冷えてきたんちゃか。交流戦勝とランの八かもと冷えとるからか。守備でお釣り来るやん、一番じゃなければ。ぴょんぴょん言い始めて草金かすにガチで聞いてたみたいやな。交流戦になってからストライクゾーンおかしいんだよ。チンカス頼む。ぴょんぴょんは言わないでくれ。でも子宮は取れてるからそこまで印象悪くはない。いや、そんなこともない。阪神はどこその球団と違ってやってないから、もしやってたとしてもうちのは良いサイン盗みだから。近本ってマジでイチロークラスになり得るかもって思ってたけど、3つくらいランク下だったわ。ご視聴ありがとうございました。